駅ブラ街ブラ阪神沿線。この番組は阪神沿線にある駅周辺の個性あふれる魅力的なスポットをご紹介いたします。今回ご紹介するのは元町駅です。これまでにもご紹介してきた通り、阪神沿線には都心部の駅、住宅街の駅、ローカルな駅など様々なタイプの駅があって、映画やテレビ、写真撮影のロケ地にも使われています。今月公開のある映画も実はこの元町駅を舞台に撮影されているということなので、詳しい方にお話をお聞きしました。阪神ロケーションサービスというのはですね、ちょっと話をそれるんですけども、皆様阪神電車、阪神と聞いたら野球であるとか甲子園しか想像していただけないと思うんですよね。当社は41グループがございまして、そこにはたくさん施設がございまして、六甲山であるとか甲子園球場ももちろんなんですけども、ハービスであるとか、そういう施設をですね、たくさん持っている、個性のある駅もたくさんある、それをもっともっと皆様に見ていただきたい、もっともっと映像とかスチール写真撮っていただきたいということから始めたんです。ゲノムハザードといいまして、でこちら、見ていただいたら分かると思うんですけれども、神戸の街を思い存分に出していただけている映画なんです。元町はですね、主人公がですね、柱に見える改札口を出ていくというシーンなんです。電車にご乗車になって出ていくという、これは深夜に撮影いたしましたので、本当にもう私どもしか知らないという、ちょっとこれ秘話的なんですけれども、たくさんのスタッフの方が来られましてね、電車の方も夜中に特別に電車を走らせまして、何往復も何往復も電車でここで回送列車を走らせたということを聞いております。異国情緒がある街というふうによく皆様いろんな例えで言われると思うんですけども、異国情緒としても一つの異国ではないんですよね。海もあるし、すぐ山もあるし、いろんな国がある異国情緒なんですよね。それも一つのこうイメージに偏らずですね、行った方がイメージできる街だと思ってます。阪神電車のロケーションサービスはですね、いろんなところのいろんなお客様のご要望に応えるべく日々頑張っております。例えばですね、駅でも古い駅から田舎っぽい駅まで、都会大都会の駅までいろいろございます。もうお客様のご希望に応えれるようにスタッフ一同頑張っておりますので、ぜひとも阪神電車の魅力を感じてください。よろしくお願いいたします。神戸といえば神戸スイーツというぐらい歴史あるスイーツの名店がいくつもあります。2月のバレンタインデーを前に、元町駅からすぐのこのお店も忙しくしているのではないでしょうか。90年ですね、神戸で今年で90年になります。今でこそ洋菓子のお店とかはたくさんありますけれども、もう昔からユーハイムのバームクーヘンとかお菓子を食べてますというお客様はたくさんご来店されておりますので、神戸の皆様には本当に人気のあるお店でございます。本場ドイツの製法を守ってお作りさせていただいておりますので、素材そのもののお味を大切に作っておりますので、添加物とかをなるべく使わないような形でご用意させていただいておりますね。体にも優しい形で、1階の方では販売物販という形で本店限定のバームクーヘンを出させていただいたり、お好きな量だけ切り分けてご用意させていただいたりなどもさせていただいておりますし、2階の方では喫茶形式で、お茶と一緒にお召し上がりいただけるような形でご用意しています。こちらの元町本店のオリジナルという形で6段ショートケーキというのをお出しさせていただいているんですけれども、立てることができないくらい大きなケーキになるので、ちょっとお皿に寝た形ではご用意させていただいているんですけれども、特製のショートケーキが喫茶スペースではお楽しみいただけます。こちらユーハイム神戸元町本店でございます。神戸で90周年を迎えました。たくさんのバームクーヘンなどいろいろ取り揃えております。2階での喫茶スペースでもたくさんのお菓子をお召し上がりいただけますので、ぜひご来店くださいませ。どこを切り取っても絵になる神戸旧居留地。映画やテレビでよく見る街の中にこんなお店を見つけました。神戸で初めてのフルーツパーラー、大正元年創業というフルーツの専門店ベニマン。そのベニマンにドライフルーツだけを扱う専門店があります。豊富な食物繊維、ミネラル、
抗酸化物質など私たちの健康に有効なその食品成分の機能性が注目されているドライフルーツ。ベニマンでは日本を含む世界各国から上質のドライフルーツのみを厳選して取り揃えています。健康に有効な食品であるのはもちろんのこと、まず食べて美味しいということを大切に、美味しくておしゃれで可愛くて簡単に持ち運びのできるドライフルーツを提供しています。阪神館地域サイト阪神なおのニャウだニャ。年が明けると神戸南京町では旧暦で節句を祝う中国のお祭り春節祭でにぎわいを見せるんだニャ。今年はどんな風になるのかニャ。そうですね、僕は南京町でいうと2代目になるんですけども、今の南京町にないお店、はい、僕らの世代の視点で、そうですね、南京町をどう活性化させていくかっていうのを考えて、そういったコンセプトで開きたいと思ったんで、あえて父の店を継がずに自分の店を持つっていう形にしました。ちょっと変わったもの、日本のお客様には馴染みのないものをできるだけ取り入れるようにしてまして、例えば四川の代表的なヘンレンっていう顔のマスクが一瞬で変わるようなやつだったり、あとは雑技だったり、獅子舞がそのお正月になったら店を回るんですけど、そういった獅子さんに来てもらってまた商売繁盛を願ったりとかで、今まで竜踊りみたいなものもやってたんですけど、そういったものを今度はそのシンガポールとか世界でトップクラスのそういう竜踊りの団体を呼んできまして、実際に演技していただくっていうような、ちょっと中身の濃い春節祭っていうものにちょっと変わりつつはありますね。はい、そうですね、やっぱり空洞のお客様がメインで多くて、うちで一番出るのは麻婆豆腐なんですけども、でも一応辛くない、そういうちでは4段階辛さを調節できるんですけども、はい、それでそのちょっと雰囲気を味わってみたいなっていうお客様から、もう本場の四川料理の辛さっていうのを体感してみたいというお客様まで幅広くニーズに応えれるように、はい、しております。中華街ならではの本場の味をぜひ皆様にご賞味いただけたらと思っております。本場のスパイス、厳選された素材、ぜひ一度ご賞味ください。阪神沿線には鉄道だけではなく、ラグジュアリーな雰囲気の商業施設や日々の生活に欠かせないショッピングセンター、阪神甲子園球場、自然あふれる六甲山城のレジャー施設といった阪神電車にゆかりのあるスポットがたくさんあります。これからは映像、写真作品を通して阪神沿線の魅力を再発見する機会も増えてきますね。より良い番組作りのため、皆様からのご意見やご感想を募集しています。どしどしお送りください。おかげってどれに乗ればいいですかね。ああ、これおかげやなくてみかげ。着いた、意外と早かったな。僕と結婚してくれませんか。くれません。え、私な、神戸帰んねん。え、おお、おい、ゆうこさん来ちゃいました。なんで、みかげっていいとこですね。ありがとうございます。母さん、僕の大切な人が生まれた町に着きました。